これより山形大学グリーンマテリアル生計加工研究センター記念講演会を開催いたします。で、まあ、米沢高等工業ができましてから間もなく、畑逸三教授が、まあ、人造繊維、まあ、グリーンマテリアルですね、人造繊維の製造に成功したと、まさにグリーンマテリアル成形加工に成功して、でそれを産業化し、まあ、東工業というところでビスコスレーヨンを製造した。で非常に、まあ、儲かりまして、それが、まあ、帝国人権帝人になり、まあ、それがあまり儲かるもんですから、まあ、鈴木商店がスポンサーでしたが、まあ、三井物産が、俺たちも稼ごうというんで、まあ、東レを作る、三菱商事は負けてなるものかということで三菱レオンという、まあ、そういう歴史の、原点がここにあります。大学発ベンチャーのまさに一番初期の研究が、まあ、ここにあった。それが、まあ、グリーンマテリアルの成形加工だと。で今日、まあ、そのベースとなる、まあ、いろんな方面からの、まあ、話をお聞きいただくと、きっと皆さんに、満足していただける、講演が聞けるというふうに思っております。ごゆっくり講演をお楽しみいただければありがたいと思います。どうぞよろしくお願いします。